こんにちは、ヨシーです。今日のクルカードは、えー、こちらのカードが出てきてくれました。すみません、神ぞみです、えー。今日は動画を見た時のタイミングで、もし、えー、自分の望み、えー、仕事や夢の実現、えー、人間関係、えー恋愛か、恋愛関係、えー、家族関係、えー、何でもいいんですけれども、自分のテーマとしているものが、 自分ががってていいるよりも成果が出てこないうまくいっていないなと感じている方がいらっしゃったら、えー、それはどう、えー、その気持ちを乗り越えていったらいいのか、えー、そこから先どういうことが起きるのかをた、えー、カードに、えー、尋ねてみましたまずこちらのカードなんですけども、えー、ここから感じるのは実は私自身もですね もう一つ、50代身寄りのない私が家を見つけるまでっていう動画を、えー、最近1週間ぐらい撮ってないんですけども、そちらを撮らせていただいていて、えー、その動画の最初の方には何回かあ確か、えー、お伝えさせていただいてるんですけども、えー、5月ですね、もう,もうあの中旬ぐらいに、実は東京の方に、ね、ちっといたんですけども、 今の社会情勢で仕事がなくなって、また見つかっても、収入が結構なかなか思うようにうまくいかなかったり、あと他にもいろいろあってですね、なんか逆に背中を押されたような気持ちになって、そこから最初あの空き家を探そうと思って、また別なところで暮らしていこうと思って、東京を出たんですね。で、実家もないので、もう 引き払って東京を出発したんですけども実は今の社会情勢の中でその空き家問題っていうのはあると思うんですけどもそういったことも含めていろんなことを逆に学んでそして本当にいろんな人の考え方も知って結局今はですね旅するように実は暮らしているんです。 で、今、ここ、えー、宮崎なんですけど、宮崎までたど、えー、り着いているっていうような形なんですけども、そんな中で私、ふと、時々ですね、えー、私はこのままでいいんだろうか、えー、何してるんだろうっていうふうに思うことが実はあるんです。で、実は、やっぱりあの、今日もなんとなくそう思ったんですよね。で、そしたら、あの、えー、他の、あ でもあ,の、えー、あ,のある方があの同じような,、えー、ちょっとなんか今の自分に、えー、自信がないというか、えー、そんなようなことをおっしゃっているのを見て、えー、もしかしたらあそう感じてる方は他にもいらっしゃるかなと思って動画を撮らせていただいてるんですけどもこのカードからは、えーまあ、結果が見えてなくてもあなたが撒、えー、いた種は 別な場所で目を出してたり、もしかしたら、えーちあの、目を、目から鼻になっているところもあるかもしれませんよ。今までやってきたことは、えー、無駄なことは何一つありません。そう伝えてくれているように感じて、とてもなんか、えー、勇気をもらいました。で、こちらなんですけども、 でそんなとき、えー、どうしたらいいのかっていうと、やっぱり、あの、そういうときに、あ、結果が出ない、えー、頑張らなきゃ、とか、で、頑張るのは、私本当にいいと思う、全然あの、いいと思うんですけども、焦りから頑張るっていうか、あ、頑張らなければならないみたいになったり、本当に焦ったりして行動していると、結局またその焦るようなことが、えー、出てきたりするんですよね。 なのでそういういあ,あの今はそういう時なんだなと受け止めてやっぱりあの心地いい時間を過ごすあのどこからほんとぼーっとしてみる、えー、自然の環境の中に身を置いてみる、えー、神社参拝に行ってみる、えー、海に出かけてみる山に出かけてみる、えー、近くを散歩してみる、えー、自分の、ね、好きなことをやる時間を作ってみるとか。 そういう時間を本当に持つことを実はそれがやっぱりそういう時にすごく重要なことになってくるんだなと思うんですね。でそういう時間でやっぱりもう一回自分の気持ちとあの向き合えるというか,あなんかこのままでいいのかなと思う自分がいたらどうしてそう思うのかどうして今そういう 感じあそういうことを感じるのか、それを、まあ、紙に書き出してみるのもいいかもしれませんし、まあ書,き出さまあ、書き出さなくても、まあ、そういう自分と会話してみるのもいいと思うんですね。その中で、自分の中で納得ができたら、うん。じゃあもう一回、あ、じゃあまあ、そっか、まあいっか。今はそういう時なんだね。自分では、 えー、このままやっぱりあのやりたいことをやっていってえい、ー、きたいしそれが結果が出てなくても、ね、この仕事を続けていきたいとかえー、この恋愛長寿させたいとかえー、友達との関係を、えー、見つめ直したいとかえーまあ、いろんなことがあると思うんですけどその自分のテーマがあの自分と話し合った結果間違ってないと思うなら 結果が出てなかったら間違ってないと思ってんだったらそういう自分を信じてじゃあ今はそういう時だと受け止めて、まあ、ゆっくりするっていうことなのかなと思うんです、ね。もし自分の気持ちと見つめてあ、でもちょっとこれ違うかもと思うことがあったら一旦それをやめてみるのも一つの手なのかなとか思うんですね。まあ、やめるというか一旦脇に置いてみる。 答えが出なかったら、無理に答えを出すこともないのかなと思うんです。今は、えー、それを、えー、脇に置いて、まあ、もうひたすら、えーまあ、自分を、えー、楽しむ時間を持ってみる。そんな中でふと、あのひらめきというか、今まで、えー、思いつかなかった方法が、えー、分かったり、 そういう情報が来たりそういうメッセージが来たり、えー、見つけられあ見つからなかった答えとなるようなものがやってきたり、えー、するんだと思うんです。であなんかこの道でいいのかどうか分からなかったけどやっぱりいいんだとかあやっぱりこれはもうやめていいんだとか,、えーま、なんかどっちにしうこうどっちに転がっても自分にとって、えー、結局プラスになることが えー、やってくる分かってくると思うんです。そしてそのあまた新たな、えー、やり方、えー、あの新しい、えー、自分になってまた歩き始めた時にまた奇跡は起きてくると思うんですね。まあそういう、えー、自分になった時にあるいはそういう奇跡に気づいてくるっていうこともあると思うんです。私はあの。 これでいいのかなと思ったんですけどもでもやっぱり私はこの旅をすることで、えー、自分のなんかすごくあの使命を果たさせていただいているというか占めていとちょっと大きいあの、えー、感じになるかもしれないんですけども自分の、えー、親子関係を生かして学んだことを、えーまあ、あのそれをシェア、えー、させていただいたり誰かの 力、えー、になれるかもしれないと思うようなことがあればあの例えばこちらですと、まあ、ただットを通してとかもう一つの動画を通してそれをお伝えさせていただいたりシェアさせていただいたり、えー、数時間持てるっていうのはすごくこの人生を生かしていただいてるっていう気持ちになるのでけっなんかあの結果が出てるっていうことでは、まあ、目に見える結果が出てるっていうのはないんですけども、うん、それでも あ自分はいいんだと思っ、たんです。あ、でそうあそうです。今、話しながら、そう気づかしていただいたのは、自分があの望む結果っていうのは、あ、なそうだ、とてもちょっと大きいことを望んでいたのかなと思ったんですね。なので、大きいことを望んでいると、あ、全然結果が出ないって、ね、やっぱなりますね。うん、そうなんです。あっ、実は私、そうです。そういえば、その動画とか、このタウトでも、 どのぐらい前か忘れたんですけども、えー、コメントいただいて、あの,この、動画を投稿してくださってありがとうございますっていうような嬉しいコメントいただいたことがありまして、それっていうのはやっぱり一つの、えー、結果なのかなって、自分がやりたかったことの中で、えー見せ、あの、教え、あなんですかね、えー、自分に知らせてくれた、 すごくあの愛のメッセージっていうか、うん愛の結果なのかなって思ったんです。なのでそう考えるとすごくあの、えー、目に見えることが大きからおと小さいからおと実はもしかしたら自分が気づかない中で結果は出ているのかもしれないなとそうです。今気づきました。ありがとうございます。そしてもしその、えー、ことに今気づけてなくてもやっぱりどこかで目が出て どかであなたの花が咲いている、えー、そんな風に思えますでは早急させていただきますあなたの花があっちにもこっちにもあ、ここには目が出てるこの目もやがて花が咲いていくのねみんなにも たくさんの、たくさんの、みんなの花が咲きますように。ご視聴ありがとうございます。それではまた、ヨッシーでした。バイバイ。